今日はバイマデックスに関して話をしていただきたいというふうに伺ったので、ちょっと割といろいろなところで話をする機会がありまして、それの話をしたいと思います。でちょうど私が大学院入った年からですね、ゲノム配列っていうのがバクテリアを中心にですね、ウイルスはもっと前からもちろん決まってたんですけど、決まってきて、そういう、時をずっと経てきてまして、今年度というか2007年に関して言うと、ヒトゲノムの2倍体、問題発言してやめたワトソンさんのゲノムとかクレイグ・ベンターさんのゲノムとかが公開されたのが2007年で、今年は何があるかと、思いますが、そういうような、図でですね。で今日多分ウィンマディックスで簡単にしか話しないんですけれども、私どもが翻訳に携わったこういう場合はですね、教科書があるんで、多分図書館とかにあると思いますんで、そういうところを見ていただければ今日の話よくわからなかったっていうのが出ると思いますけど、幸いなことにこの分野っていうのはインターネット上にリソースが多いです。ですので、探していただければ割と出てくると思います。ウィキペディアにも割とありますけれども、Google 検索してください。出てくると思います。で今日は、バイオマティクスとはというところで、特にこのバイオに色がついたバイオマティクスを私やってきたんで、そういうことですね。特に、ある学問を学ぶ時には歴史を勉強するというか、その歴史を知った方がいいということなんで、歴史を中心にやると。であと、結局バイオマティクスの歴史っていうのはゲノム解析、ゲノムを読んでですね、それがそこから何が多かったかということをやるところが、割と、バイオマティクスの市場命題でもありますので、そういうところもちょっと、この機会にお話しとこうかなと。あまりこういう話ってないんじゃないかと思いますんで、します。であとは、もうちょっと実用的な話で、私自身は遺伝子発現情報解析っていうのをずっとやってきててですね、それに関して、マイクロアレイの解析が主なんですけれども、私の場合にどんなことやったかっていうのをちょっと例にですね、皆さんの自分自身の研究に生かせるような話ができればと思ってます。でそういうのを踏まえて、なぜじゃあ私今そういうライフサイエンス統合データベースセンターみたいなのがいるのかという話をして、そこのセンターのちょっとサービスというか何をやってるかというようなことをお話して、お話をしたいと思います。時間があったらもうちょっとマニアックな話もするかもしれませんが、ちょっと時間多分ないと思いますんで、こんな感じで、そして統合 A ぐらいで止まると思います。でですね、バイオインフォマティクスとはっていうことなんですけれども、いろいろなことを言ってる人がいます。さっき言って生命現象を情報の立場で解明していこうとする研究といったり、バイオテクノロジーと生命の情報処理を意味するインフォマティクスを連携させた技術って言ってみたり、コンピューターを実験デバイスとして使って生物学的に優位な結論を引き出そうとする学問って言ったり、いろいろします。最後言ったのは僕なんですけれども、結局はなんかコンピューターを使って生物の研究をするというか、コンピューターの中で実験するっていうふうに、理解していただくのが一番分かりやすいと思います。ですので、どんなことに使えますかって聞かれたら全部っていうのが答えになってですね、私自身いろんなことに使えますよっていうふうに言って、とにかくコンピューター上にデータとして作ったものであればいろいろできるでしょうというようなことを、バイオインフォマティクスと呼んでいるつもりです。でたまたまですね、配列情報、特に DNA の配列情報というのがコンピューターにどんどん乗りやすかった。それは、それを論文として発表するときに必ずそのデータバンクっていうところですね、DDBJ とか GEM バンクとかいうやつですけど、そういうところにデータを載せないと論文として通しませんよっていうふうな原則が非常にうまくいったと。だからシーケンス情報というのはものすごくコンピューター上にあって、それがあるから、そこの部分に関してとにかく、非常にバイオインフォマティクスっていうのが進んで、バイオインフォマティクスイコール配列解析みたいに思われているところもあります。で特にバイオインフォマティクスっていった時にいろんなことをやってる人がいるんですけれども、割と分類しやすくてですね、バイオインフォマティクスやって言ってる人は特にこういうなんか計算する方法論を考える人っていうのがいて、そういう人たちは僕は総称してアルゴリズム屋さんって呼んでるんですけれども、彼らはなんか数学者系ですね、どっちかというと。で、抽象的なことがすごい好きで NP 完全という言葉が大好きです。これ何かっていうとノンポリノミナルっていって、ポリノミナルというのは要するに指数関数的なものってことで、指数関数的になっちゃうと計算機に溶かすときにできないんですね。なんでかっていうと指数関数ってみんな知ってる通りPCR のやつでサイクルで考えたら分かるんですけれども、どんどん数が増えるとですね、サイクル数が増えるとものすごく数が増えてしまってコンピューターにも計算できないと。ですので、できる限りリニア線形にしたい。つまりサイクル数が増えても数がそれに比例してしか増えないと。PCR の場合はたくさん増えてほしいからノンポリノミナル、ポリノミナルでいいんですけれども、線形にしないとアルゴリズム屋さんは納得しない。だからノンポリノミナルという言葉が大好きで NPNP っていうんですね。彼らはそういうふうな研究をしている人たちで、そういう人が割とバイオインフォマティクスやってますっていう人の半分ぐらいいます。特に日本はこういう人が多いです。それとは対照的にですね、どっちかというとそういうプログラムをこう書いてみたりとか、実際にそういうできたプログラムをなんか動かして、なんか生物の人でも分かるような結論を出すようなことをやってるような人たちがいます。私なんかこっちなんですけど、実装屋さんとか解析屋さんってそういうところなんですけど、非常にそういう人たちは私がこう話してて割と具体的だと思うんですけど、そういうところらへんとか生物の人でも分かるような例えをするとか、そういうような、分類でですね、割とこの辺にこう隔絶があってですね、バイオインフォマティクスって言った時にあれこれもそうっていうふうになんか皆さん思う時があるかもしれません。ですが私はちょっとバイオインフォマティクスやってるっていう中でもちょっと変わった人というか、こっちの人が日本は多いのでこっち側の人たちが割と大きい顔してますけど、実際にはこういうところで生物の研究にフィードバックできるようなところをやるのもバイオインフォマティクスって、世界的には言われてます。で、データベースって言葉が最近もう皆さんも前からだと思いますけど、データベースっていろいろあると思うんですけど、普通データベースとはデータが溜まってるとこというかデータが入ってるもんぐらいの意味なんですけれども、実際にはこうウェブのページをウェブサイトを見てデータベースっていうふうに多分言ってると思うんですね。それはウェブサイトというのが割と便利、実際には道具ツールでそういうコンピュータープログラムをひっくるめてデータベースというふうに、みんな最近読んでますね。そういう意味のデータベースという言葉がいろいろこう混乱してると思うんでここで言ってるんですけど、そういうふうな状況です。実際にはここで言ってるようなものが普通の意味での多分データベースだと思うんですけど、こういうなんか使いやすいウェブサイトっていうのもデータベースって言ってる人もいます。ですが、実際にはちゃんと言葉を定義しないと使えないんでこんなふうに言ってるんですけれども、我々が使うバイオインフォマティクスの解析屋さんが使う道具というのがですね、2種類あって、1つはウェブベースですね。だからさっきのデータベースっていう人たちのデータベースっていうやつですけど、ウェブサイトだからインターネットエクスプローラーとかでこう開いて、そこでこうなんか貼り付けてなんかサブミットとした結果が返ってくる、そういうふうな形のものですね。それはすごい便利に手軽に使えるんですけれども、アクセスできない時があるんですね。なんかネットが遅いとかなんかそういうのがありますよね。あとなんかこれは会社の人が割と気にするんですけど、データをアップロードしないとこいつはこんなこと計算しやがったみたいなことをバレてしまうのが嫌だっていう人もいますんで、そういう利点と欠点がウェブでやるやつにはあります。ですので何検索してるか全部見られてますんで、それはちょっと気に留めて使った方がいいと思います。でその一方、ローカルにインストールというのは自分の、自分のコンピューターにインストールしてプログラムを使うと。それはなんか自分のところに入れるのでアクセスできないことはないんですけれども、インストールしないといけないし、それを買わんとあかんとかいろいろな欠点があります。でそういう欠点があるんですけれども、必ずアクセスできるので便利だろうと、そういう、大きく分けて2種類の道具があってですね、我々も両方使いますけれども、こういう道具を欠点と利点をよくわきまえて道具を使ってほしいと。それは当然実験でも、皆さんそういうふうにしますよね。いきなりマイクロアレとかしないのと一緒で、ちょっと試しにプライマー作ってPCR かけてからやると思いますけれども、そういうようなものです。で、まあ、道具っていうのがどんなんがありますかっていうのなんですけど、もうリストアップするとキリがないので、まあ、あんまり、まあ、本当典型的なものしかここに書いてないんですけれども、まあ、配列を比較したりとか配列相当性検索をしたりとかモチーフを検索したりとかっていう、まあ、特にこれ配列の話ばっかりにこれ書いちゃったんですけれども、まあ、そういう、まあ、道具にしてもいろいろあって何を使ったらいいかよくわからないのが現状で、そういう出てきた結果を解釈するためのツールっていうのにも複数あると。で、まあ、そういう、まあ、現状なんですね。はっきり言ってもう本当混沌としてます。なので、まあ、実際に現場で使えるものを、まあ、使いたいんですけど、まあ、導入が容易、つまり簡単に使えて信頼が、まあ、いつも違う結果が返ってきたら困るんで、そういうものが、まあ、必要でしょうと。で、まあ、いつも同じものをずっと使っててもダメなわけで、当然そのコンピューターの技術とかアルゴリズムなんかも、どんどん発展してますから、そういうものを新しい技術も応用してしつつも、まあ、安定して使えて永続的に使えると、そういうふうな、まあ、ツールっていうのを、まあ、目指したいわけです。まあ、それでちょっとツールの話はちょっと置いといてですね、まあ、部品の方の話をするんですが、結局まあ、我々がコンピューターに載せて使うものっていうのはもともとはこの配列データだけだったんですけれども、最近はもうこの辺ですね、発現のデータ、まあ、マイクロアレイのデータとか EST のデータとか、そういうふうな発現のデータ、 EST のデータって実はちょっと微妙で、この延期配列のデータでもありこっちのデータでもありっていうふうなところら辺がちょっと微妙なんですけど、それ以外にまあ立体構造データとか画像データですね、写真になった画像のデータなんかもだいぶ最近はバイインフォマティクスの領分になってきたと思います。で、まあ、そういうものを集めたものがデータベースなんですが、まあ、こういう NAR のデータベース一周っていう NAR の一が毎年の年頭に出てますが、最近だと NAR のウェブサイトにですね、まとめられてるんですけれども、割とこれは毎回同じデータベースが出ててもしょうがないんで、2年に一遍にしてくれとか、なんか典型的なデータベースは毎年出るけど、なんか差分しか評価してくれないとかで、一元さんには結構冷たい風が吹いてるんですね。ですので、こういうのってなんか本当英語でも書いてるしね、日本語のやつで大学でこれから研究始めようという人には割とこれ敷居が高いと思います。ですので、日本語でそういう、まあ、データベースのができへんかなっていうので、一応 JST の方でこういう WingPro っていうのを作っててですね、まあ、これの開発には私も参加してるんですけれども、こういう、まあ、みんなが書ける、Wikipedia ですね、Wikipedia と同じ仕組み使ってるんですけど、Wikipedia 式な、まあ、データベースのものを作ってるんですけど、欠点はですね、誰も書かない。誰かが書いてくれると思って見るだけなんでね、ほとんどね、これね、増えないんですね。それ困ってるんですよね。だから、どうしようってことで、我々のセンターの方で、じゃあ、あらかじめある程度作ったデータベースのカタログっていうのを用意しましょうと。カタログにコメントをちょっとつけるような感じだったらいけるんじゃないかっていうので、まあ、これはとりあえずまあ JST の方に今維持していただいてますけれども、そういうものもカタログ、データベースのカタログっていうのも作ってるっていうのは後で紹介しますから、まあ、覚えておいてください。そこに出てきますんで。で、まあ、これはまあバイインフォマティクスっていうのはまあこんなふうにね、便利なツールで実験、コンピューターの中で実験する、まあ、仕組みだと思っていただければいいんですけれども、何やってるかをちゃんと把握して使わないと、普通のね、皆さんがやってる実験なんかもその通りで当たり前の話なんですけれども、そういうふうにしましょうっていうのが、まあ、とりあえずの結論です、まあ、ですがですね、まあ、それはじゃあどうやったらいいんですかっていう話になるんで、何でも学問を学ぶ時はその歴史から学びますから、それをですね、まあ、ね、DNA のシーケンスやるのにも、まあ、サンガー法とかから勉強しますけど、それと一緒で。まあ、バイインフォマティクスの歴史っていうのもやっぱりデータベースとツールの歴史からちょっとお話ししたいと思いまして、まあ、データベースの歴史のさっきも言いましたが、配列なんですね。でも配列なんですけど、最初のデータベースは実は塩基配列じゃなくて、エドマン分解でやったタンパク質配列がアミノ酸配列が最初でした。そういうタンパク質の配列をどんどんこうコンピューターに載せていけばいいやろうっていうので、まあ、やってたわけです最初。で、まあ、DNA の塩基配列の決定法が、まあ、サンガーさんたちが、まあ、見つけてですね、それが1977年ですが、それによる、まあ、データがどんどん蓄積してきた頃から DNA の配列データベースがどんどんできてきました。それに関してはまあ後でっていうかこういうので、実はちょっと前の タンパク質拡散構想に出てるんですけれども、我々のセンターで、ライフサイエンス分野の統合データベースの特集というのはちょっと今タンパク質拡散構造の方でやってますけれども、それの1回目にこういうのが出てて、こういう年表ですね。まあ、メドラインというのはこの辺ぐらいから始まっててとか、まあ、ジェンパンクというのは最初ロス・アラモス研究所で始まってとか、そういうのが書いてます。で、まあ、リムですね、メンデリアン・インヘリデンスにマンっていう、要するに人の遺伝病データです。まあ、最近だったら OMIM って書いたんで見たことあるかもしれませんけど、最近これを作ってた人がなんとか賞を取ったんですよね、確か。もうすぐ日本に来ますよ、ね、まあ、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあとにかくでもそうやっていろんなところで作ってたデータベースというのが結局 NCBI というところで1年管理されるんですね。まあ、そこがこうやってデータベースとしてこう統合してですね、使いやすいようにしていると。それがまあ向こうの特徴ですね。向こうっていうかアメリカの特徴。まあ、そういうのがまあデータベースの歴史だったわけです。でツールの方の歴史っていうのはそういう出てきたデータベースを検索して比較するような技術ですね。それはまあ典型的にはその配列を解析するプログラムでドットマトリックスとかいうのがあって、なんか似た同じ点があったら点を打つとかそういうやつですね。そういうのからダイナミックプログラミングっていって、まあ、もうちょっと計算機的にはかっちょいい方法でですね、配列を比較するっていうようなことを、まあ、やってきて、まあ、この辺の中身はどうでもいいんですけれども、とにかく配列の解析のプログラムから始まってきて RNA の二次構造を予測したりとか、そういうようなところですね。配列の解析っていうか、配列を比較するプログラムの延長として配列の類似性検索っていうのが出てきて、ファスタとかブラストとかいうものが出てきて、最近だとそれをゲノムに対していきなりやるブラストライクアルゴリズム、ブラストライクアライメントツールの略でブラッドっていうのがちょっと最近では出てて、そういうのも使う人が割と多くなってきたと思います。とにかくここで言いたいことは、アメリカではいろんなところで始まったそういうデータベースのアクティビティは1箇所にまとめられて、使いやすいようにして誰でもアクセスできるようにしているという点ですね。そういう、まあのがアメリカの特徴で、まあさっき言ってたちょっと補足なんですけど、ドットマトリックスのこういうやつですね。なんかこれ見たことある人がいらっしゃる、ちょっと古い昔から研究されてる方は見たことあるかもしれませんが、まあ、よくやるのはこっち多分マウスと人みたいなのを並べて同じとこは点を打ってこういうふうなものができますみたいな、まあこういう。タイプの比較方法ですね。まあ、こういうのは実は今でも当然できてですね、エンボスっていうフリーの配列解析パッケージがあるんですけど、それの中のドットアップっていうプログラムでこういうのができます。で、まあ、それ以外のまあダイナミックプログラミングというちょっとかっちょいい方法に関してはもう知らないうちにみんな使ってまして、まあ、普通にブラストとか使うとやってます。そういうまあアルゴリズムです。でデータベースの方なんですが、これはゲノム解読の歴史とともにどんどん溜まってきたというの でこれはまあゲノム解読の歴史って何ですかって言われるんですけど、さっきから言ってるこれ僕の大学院からのあれのこととどんどん一致してるんですけど、まあ、独立で生活を営む生物って言ってますけど、要するにウイルスじゃないやつで初めて決まったのがヘモフィルス・インフルエンザっていう細菌 でその2年後の97年にまあセルビジェですね、イーストですね、サッカーマイセルビジェっていうイースト酵母菌、出芽酵母に分類すると、それがゲノムが決まりました。でまあどん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 決まって、まあ、もうちょっとランドマーク的なことで言うと、2001年に人のドラフトゲノムが決まって、2003年に人ゲノムが完全解読っていうのがまあ言われたとか、まあ、そういうやつです。さっき僕が最初にちらっと言ったのは個人の2倍体ゲノムが決まったのは去年でしたと、まあ、そういうようなまあ歴史でまあ動いてきてます。でじゃあ日本のじゃあデータベースってどんなんがあんねんってこう言われると思うんですけれども、そういうゲノム解読の中でですね、日本の中でもいろいろやってて、まあ、我々野宮さんはここですけど、私のいらしているようなこの文部科学省の方のところなんかだったらこんなふうにいろいろタンパク質の立体構造の日本版の PDBJ とか作ったり、まあ、私が昔いたところで、理科研究所でファントムとか作ってみたりとか、JSNP とか作ってみたりとか、もういろいろなんですよね。いろいろなんですけど、お互いに割と協力してるかというとちょっとうんって感じのところでですね、当然こういう同じ省庁の中でそういう状況なのに、他の省庁間が全然なかなかね、そういう協力をしたらええのになっていうところ止まりでなんですね。これもまあさっきのタンパク質拡散構造の中の図なんですけれども、そういう状況になってるってことをまず把握しようってことで、内閣府がですね動き出したんですね。それが3年ぐらい前で、そういうどういう状況にライフサイエンス関係のデータベースがどんなふうになってて今はどういう状況かっていうのを把握しようという調査研究っていうのを3年前から始めて、3年間のプロジェクトでそういう調査研究をしようというので、今年度で最後でもうすぐで終わって報告書が出るってことなんですけれども、とにかくこういうのでお互いにこう協力していかなあかんっていうのが多分出ると思うんですけれども、そういう状況になっていることが文部科学省、農林水産省、厚生労働省、経済産業省の中でこんだけいろいろあって、まあなんかちょっといろいろ関係するものもあるんですけれども、なかなかちょっと協力関係がNCBI に1箇所に集められてこう検索しやすくなっているのとは違って、なかなかちょっとですねって感じが分かってきたわけです。でまあ、そういう中で、私なんかはそれでも論文出さんとあかんのでゲノムの解析とかを割といろいろやってきたんですけれども、ゲノムの解析っていうのは、割ともうだいぶ時が経ってるので、こういう「ゲノム」っていう本もできててですね、最近3版が出たんですけど、ちょっと私が引用するのは古いやつで申し訳ないんですけれども、ゲノム解析に関してちょっとじゃあ何やってる、どんなことやってるんだっていうのを非常に一般的な話をさせていただきたいと思います。ですが皆さん多分知ってるんで、あんまり言うことがないような話もこの辺はあると思いますね。皆さんはね、皆さんの前で PCR の話をしても多分怒られると思うんで言いませんけど、だんだんゲノム特有の話になっていくと思うんで、ちょっと最初の方は飛ばしてはしょって進みますが、そういう感じで聞いていってください。PCR いいですね。で、デオキシ法、大デオキシ法のことですね。これもいいですね、皆さんね知ってますね。で、自動シーケンシング、これもシーケンサーですね、ABI のやつでやったら出てくる4色傾向っていうのも今は皆さん多分当たり前に使ってると思いますけど、私が、4回生の時に実験シーケンスした時はまだようやく1色傾向が出たって、 RI じゃなくなったって喜んでた時期でした。これはいいです。で、この辺がだんだんちょっと専門的になるんですけれども、シーケンスしますけど、それのシーケンスをするときにですね、ゲノムを全部読みたいというときは一気に当然全部読めません。皆さんご存知のように500か、頑張って1000ぐらいしか1回のシーケンスで読めませんので、それを機械的にソミテーションして、それを1個ずつを分断されたやつをバックかなんかで増やして、バクテリアに増やさせてですね、それを増やして1個ずつシーケンスしてってやつですね。で、1個ずつシーケンスしたやつをもうホールゲノムショットガンっていうんだったら、それを全部もう冗長性を持たせて読ませといて、後でコンピューターの中で全部こうつなげちゃうっていうことをしますが、ヒトゲノムみたいなものだとそういうふうにしても難しいので、なんかこうマーカーが入ってるのがあって、これとこれはこの左にある右にあるっていう情報を持っといて、このコンティはこっち側にあるはずだっていうふうな情報をもとにアッセンブルする方法が取られました。でも何でもヒョウゲノムショットガンでいくんだっていうふうな主張するグループも当然ありますけれども、いずれにしてもコンピューターのパワーを非常に借りてですね、長いゲノム配列に関しては並べ直すってことが、やられてます。その時に、よく名前が聞くショットガンってやつですけれども、そういうブチブチにちぎってからやるってことで、ショットガンのようにっていうふうな意味だそうです。なんかアメリカ人の感覚なんで僕にはちょっとしっくりきませんが、そういうものだそうです。でさっきから言ってるようにコンピューターにやらす時は重複音も出しとかないとダメなんですね。なんでかっていうと、のりしろがやっぱりいるわけです。のりしろがないと並べれないですね。並べれないから、だからリダンダンシー、重複っていう言葉ですけれども、重複っていうのはやっぱり情報なんですよということを皆さん理解していただきたいと思います。割と嫌う人が多いんで、ここでちょっと、強調しておきたいと思います。で、ゲノム解析私なんかやってるような実際なんですけれども、私も個別のテーマ、私自身は低酸素刺激の比較ゲノム解析をやってるんですけれども、そういうやつをやるときにもですね、やっぱり一番最初にてか一番基本はこれですね、ブラストベーシックローカルアライメントサーチ2ですけれども、もちろんこればっかり使っててもなかなか進まないんですよね。目的の配列がどこにあるかなって探すときは、やっぱり最近だったらもうすでにゲノムの決まった生物を使ってるんでしたらですけど、こういうゲノムブラウザーというところから攻めます。で、それは何かっていうと、染色体ごとに1本つながったゲノムを眺めるためのツール、書いてあるとおりなんですけれども、で基本的には多分皆さんある特定の遺伝子を中心に解析をしていくと思うんですけど、それの遺伝子とよく似た遺伝子がファミリーが何個あってとか、そういうものの見方をすると思うんですけど、そうじゃなくてゲノムブラウザーの見方っていうのはゲノムですね。だからゲノム配列がドーンとあって、その中に遺伝子が確かにここら辺にあるでしょうと、そういう見方をしていく、ものです。でそういうものをなんですが、今までと違うのはそれはゲノム上の座標単位で注釈するから、遺伝子の上流何キロとかそういうふうなものとはちょっとまた違うので、結局はそのゲノムの中につけられた注釈情報、アノテーションですけど、そういうアノテーションっていうのを頼りに、これを眺めていくと、そういう、ゲノムブラウザーっていうのを使った、もの解析っていうのが割とやると思うんですけど、じゃあ実際にゲノムブラウザーって何ですかって話になるんで、よく使われてるゲノムブラウザーは多分 UCSC のゲノムブラウザーってやつで、こんなんですよね。ゲノム .ucsc.l みたいなところに行った時に、この辺で、出てきてゲノム図とか言ってクリックした時に、こんなんで出てきて、どっか適当な領域がこれ今表示されてますけど、サブミットした時に出てきて、今ヒトゲノムをこれ見てるんですけど、ヒトゲノムの X 染色体のこの辺の領域なんですけど、最初テストのデータとかなんですけど、その今見てる領域、ここの赤のこの部分なんですけど、この部分にはこんな、遺伝子があって、でこの縦の部分がエクソンで、あとは全部イントロなんですけど、そういう情報が、ここのウェブサイトはここが遺伝子ですよって言ってて、NCBI のレフゼックを信じるとレフゼックはこんなんですよって言っててっていうふうなのがざーっとそれぞれのいろんな人の意見、アノテーションですね、アノテーションをこうやってざーっと出てると。でここには最初にデフォルトで出てる情報だけで、マウスとかドッグとか書いてるのは、その違う生物種の同じ遺伝子と思われる部分をこういうふうに表示してくれてて、ほとんどに応じてこれは多分色が出てます。そういう情報っていうのはこの下で今は隠してますよとかいうのが出したりとか、簡単に出したりとか全部出したりとか、そういうのが個人に応じて自分の好みでどんどん変えていけると、そういうのが、今の、流行りっていうか割と使ってると思います。そういう、状態というか、そういうのが今の、皆さんの好みで、UCSC のこのゲノムブラウザっていうのは割と日本から、近いというか早いから使うんですけれども、私なんかはこっちの UCSC のゲノムブラウザよりはアンサンブルっていうのを使うんですけど、これですね。実はその UCSC のゲノムブラウザで今見てた領域と全く同じ領域を今これ、アンサンブルっていうので今見に行ってます。あそこのボタンをクリックすると、この今見てた領域のところに飛ぶように出てます。ですがこれアンサンブルってサーバーは、イギリスのケンブリッジの、郊外にあるサンガーセンターっていうところにこれあってですね、ちょっと、日本からインターネット的に遠いんですね。アメリカの中を縦断していってますんで、インターネット的にですので、割と重いんですけど、見栄えとか機能はこっちの方が僕はいいと思ってます。こういう X 染色体のこの部分を今見てるんですけれども、さっき言ってた同じ遺伝子のこの部分を見ててとかいうのがだんだん下に行くほど拡大されてて、この赤の領域さらに拡大するとこんなふうに遺伝子がなってて、最後はこのベースペアビューというふうに書いてある通り1塩基単位までズームされるんですけど、ちょっと重いんで、最初はこう隠れてるんですね。ここがプラスになってるところをクリックするとほどけてマイナスになってっていうふうに、最後はこういうアミノ酸 ATGC の、これはその ATGC の領域まで来てて、そのアミノ酸を翻訳した時に何になるかっていうのがこういうふうにさーっと全部、こっちがプラス差側に3通りマイナス差側に3通りっていうふうにもうすでに出てます。これもさっきのアンサンブルと一緒で、自分が見たいものをいくらでも足せると。全部出すと大変なんで、最初はこうやって出てないんですね。なんかの生物種との比較みたいなのがザーッと出てますが、例えば今人を見てますから、マウスとの比較を見たかったら、マウスはこれマウスじゃないんですよね。マウスはこれか、これですね。ここのマウスっていうのをチェック入れて、ずっとちょっとこれ長いんですけれども、ここでクローズでやるとまたリロードされて、ちょっと時間かかるから切れちゃったって思っちゃうかもしれませんけれども、こんな風に出てきます。何が変わるかというと、その今マウスってつけたってことは、マウスのそのよく似た、それと相当領域、ここですね、これが加わったんですけれども、マウスで今のこの配列とよく似たところが、要するに配列相当性がある敷地以上高いところはこのように色がつくと、その敷地の中のこのプログラムがもうすでに計算してくれてるやつなんで、いちいち計算しなくていい分いいんですが、まあそれはちょっとこの人らの言い分を飲んでいただかないといけないんですけれども、まあそういうので足していけると、そういうようなのを見て使うことをあらかじめしてます。それで何々何かの生物と相同性があるとかないとかいうのはある程度はこれで見ることができます。